リチャード・ピアース、リチャード・ウィリアム・ピアース、リチャード・ウィリアム・ピアース、1877年12月3日から1953年7月29日は、ニュージーランドの発明家、航空に関する数々の先駆的な実験を行った。表記は、リチャード・パースとも、ピアースは、1903年3月31日、ライト兄弟の初飛行の、 約9ヶ月前に動力を備えた重航空機で離陸と着陸に成功したと思われる。その主張を支持する資料は解釈が分かれるところであるが、彼の飛行が持続性と操縦性においてライト兄弟の達成した飛行より劣っていたことは確かであろう。ピアース自身がその業績について矛盾した陳述をしており、そのため彼の名を知る。 ごく少数の人々すら長らく彼の初飛行を1904年だと認識していた。ライト兄弟とは違い、彼は自分の発明を工業的に発展させる機会を書いたため、ピアースの名はあまり知られていない。ニュージーランド南東のティマル近郊、テムカで生まれる。父のディゴリー・ピアースはイングランドのコーンウォール出身、母のサラはアイルランド出身であった。 夫妻は9人の子供を設けた。リチャード・ウィリアム・ピアースは第4子である。ピアースは幼少期から発明工夫の際を示し、工学の専門教育を受けたがったが、一家は兄のトムをすでに医学校に通わせていたためそうする資金がなかった。代わりに1898年21歳になった。彼は約100エーカーの農地の使用権を与えられた。彼は 以降13年間ワイト日で農業をやったが、あまり熱心ではなく本業は怠りがちで、その心は常に高額と発明にあった。1902年、ピアースは垂直なクランクギアと自動膨張タイヤを備えた自転車を製作し、特許を取得している。続いて彼は2気筒のオイルエンジンを設計、製作し、これを太容機に積んだ。 彼の単葉機は三輪の膠着装置を備え、主翼の骨組みは竹で、翼面にはリンネルが貼られていた。操縦に関しては、未完成であり翼型も工夫されていなかったが、垂直尾翼、水平尾翼を機微に備え、牽引式プロペラを持ち、ロール方向の制御にはエルロンを用いており、外形的には、ライトフライヤー、服用、線尾翼、推進式、タワミツバサよりも、 高性の飛行に近いものであった。ピアースは1902年に、ワイト比で何度か飛行を試みている。しかしエンジンの出力不足のため、短時間の跳躍以上の結果は出せなかった。翌年は、エンジンの設計を見直し、シリンダーの両端にピストンをつけた。1963年に、彼のエンジン部品、中鉄の排水管でできたシリンダー本体も、例外ではないが、 ガラクタの中から発見され、それをもとに、レプリカが作られた。テストの結果から、1903年のエンジンは、約15馬力、11kW の出力があったと、推定されている。信頼できる、目撃情報を総合すると、1903年の、間にピアースは2度の富士木、池垣への衝突をしている。彼の単葉機が、いずれの実験時にも3メートル以上の高度に、 到達したことは間違いない。1903年3月31日の実験に関しては彼が距離数百メートルの動力飛行、ただし操縦不能に誓いを行った証拠が揃っている。ピアース自身は動力離陸には成功したが操縦が効くには速度が過ぎたと述べている。15馬力のエンジンによりピアースの飛行機は対空するのに 十分なパワーウェイトレシを得た。ただし翼型は全く工夫されていなかった。彼は完全に制御された飛行を目指し、飛行機の改良を続けた。ピアースは効果的な位置にエルロンを取り付けている。ただしその面積は不足だったと思われる。彼の機体は重心の低い高翼機であった。設計図や目撃証言から得られる知見は一致しており、ピッチ及び、 両方向の制御はタコ型、低アスペクト比の一体化した、操縦翼面でなされた、現代の引きの昇降打や、方向打のように、尾翼の一部が可動なのではなく全体が動かされた。これらの操縦翼面、乱流の内部に置かれ、重心にも近いは、機体に、ピッチ方向ないし、両方向のトルクを預かるためには、ごく低い能力しか持たなかった、もしくは全く無能力であった。しかしながら、 ピアースの設計思想自体は、後年の飛行機のそれと全く一致している。逆に、ライト兄弟は優れた翼型を開発し、三軸制御による完全に操縦可能な飛行を達成したが、機体設計ではたわみ翼と線尾翼を採用しており、これらはすぐに廃れた。ピアースの業績は、当時にはほとんど文書化されなかった。当時の新聞に記録は残っていない。 写真がいくらか残されているが、日付は不明であり、内容の解釈も一位ではない。ピアース自身が長らく矛盾のある陳述をしていたため、彼の業績を知る、わずかな人々さえ、その飛行日時を1904年だと認識していた。彼の技術は誰にも継承されず、また、ニュージーランドという壁地での出来事であったため、ピアースは存命中には業績を公的に認められる。 ことはなかった。彼はエルロンや軽量な空冷エンジンといった革新的な発明の特許を取ったが、これらは同業他社に全く影響を与えなかった。1911年頃ピアースはオタゴのミルトンに移り、起伏の多い土地柄のため飛行実験は停止した。実験機材の大半は農場のゴミ捨て穴に投棄された。とはいえ、 各種実験は続けられ多くの発明品が生み出された。彼は1920年代にクライストチャーチに引っ越して3軒の家を建て、その家賃収入で暮らしを建てた。1930年代、40年代を通して、ピアースはティルトローターを持つ飛行機械の開発に取り組み続けた。これは、後世のオートジャイロやヘリコプターに近いが、単用の主翼と尾翼も備えていた。 ピアースはこれを空陸療養の乗り物として活用するつもりであった。字には自動車のように道路を走り、時には風車小屋やゴミ運搬車を飛び越える計画だとも言われる。しかし彼は陰遁的、変質的になって雪外国のスパイが自分の発明を狙っていると信じるようになった。彼は1951年にクライストチャーチのサニーサイド精神病院に収監され、 二年後に死亡した。研究者たちはその時に多くの書類が廃棄されたと考えている。彼の遺物や飛行機のレプリカはオークランドのニュージーランド輸送技術博物館及びティマルのサウスカタベリー博物館サウスカンタベリーミュージアムに展示されている。ティマルの空港には彼にちなんでリチャード・ピアース空港との名が付けられている。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。